はい、では限界突破、覚醒、アイテムが余っているなら限界突破も覚醒もしていった方がいいということをお伝えしていきたいと思います。まあ、まず意外と限界突破とかできるんですけれども、アイテムを渋ってしてないキャラって多いと思うんですよね。ただ最近は結構アイテムも配布されてるので意外と余裕があるという方も多いのではないかと思っています。で、いつ追加されたかわからないマスタリー、ちょっとこちらの検証をしていきたいと思います。まあ、他にも覚醒限界突破した方がいいという理由もあるんですけれども、まずはこちらから検証していきたいと思います。まず風属性マスタリーがちょうど良くて、ちょうどいいというのは検証しやすいところにあるので、今レベル15なんですけれども、レベル16で攻撃アッププラス 2% がつきます。ではじゃあこれをレベルアップさせる前に検証していって、その後レベルアップしたら 2% がどれぐらい効果を持つかを見ていきたいと思います。はい、では風属性のルシア、炎属性のルアーサー、まあ同じ射撃タイプなので、まあこちらがいいかなと思ったんですけれども、でまあ属性に関係ないかなと思う闇属性のシュテルでちょっと見ていきたいと思います。でルシアの攻撃がシュテルに185ですね。一応こちらの相手にも、まあ、189ですね。面白くなってきたわ。でルアーサの方が269の274ですね。ではレベルを上げてきていきたいと思います。はい、ではレベルを上げてきて、風属性マスタリーがレベル15からレベル16になりました。こちらで緑の色がついている攻撃アッププラス 2% がついたと思います。では先ほどのステージで検証していきたいと思います。まあ次はちなみに魔力アッププラス 2% ですね。はい、では先ほどと同じ条件で見ていきたいと思います。まあ、こちらに出てくるキャラのレベル等は一切上げてないですね。まあ、というよりまあマックスまでいってるので、まあ他のキャラのレベルを上げてきたっていう形ですね。はい、ではシュテルに187ダメージですね。先ほど185だったので2上がってますね。で、こちらのキャラに191ですね。まあ、先ほど189だったので、こちらも2上がってますね。面白くなってきたわ。では、ルアーサ。こちらがシュテルに269ですね。こちらは変わらないですね。で、こちらが274。こちらも前回と変わらないですね。なので、風属性は、まあ、風属性のマスタリーを上げた場合は、風属性に付与される効果ということですね。炎属性の方は上げてないので、こちらは攻撃力は上がってないです。とりあえずは
マスタリーの方はこれで検証終了です。では続いてもう一つお得な情報をお伝えしたいと思います。はい、ではもう一つお得なのがこの、まあ、デイリーミッションとかレコードとかにある、まあ、育成のところですね。でユニットを覚醒仕様で、まあ、こちら XP が200、原動石が200もらえますね。こちらもかなり大きいですね。特にランクが上がってない方にとってみれば XP200 というのはかなり大きくて、ランクがまあ一つぐらいは上がるぐらいの経験値ですね。まあユニット限界突破仕様も一緒になるんですけれども、まあこちらも両方上げていくことでランクが上がって体力が回復して体力の上限が上がったりします。まあ上がる量としてはかなり少ないですけれども、まあそれが回復した時にまあずっと1日で何回も恩恵を受けられるというのはかなり大きいですね。なのでこちらもどんどんクリアしていくことによって、まあ早めにこれを達成するということは、まあ体力の差が20あったとしたら、まあそれが1日で3、4回全回復したとして、まあ80ぐらい変わったとして、それが100日とかになったらまあ8000とかなるので、かなりその差は大きくなってくると思います。なので限界突破と覚醒はまあ余ってる量を見ながら常にしていった方が僕はいいと思っています。特に今の現状ですとかなりアイテムの方も配布されるので、まあ、そんなに困ることはないのかなと。もちろん何体かフル覚醒できるぐらいは残しとくっていうのはもう絶対条件なんですけれども、まあいっぺんに5体6体フル覚醒することっていうのはまあほぼほぼないんじゃないのかなと思うので、まあその辺はご自身の、まあ、ゲームスピードに合わせて何体分のフル覚醒分を残しておけばいいかを計算して余ってる分は使っていくって言った方がいいと思います。まあこれからリオニス国営放送の生放送とかもあって、また配布とかもあると思うので、また限界突破や覚醒ができる可能性があるので、ぜひ活用してみてください。ではよろしかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。